ランキングダイナマイト。すごい逸話を持つ伝説の日本刀五線。雷切り。雷切りという刀は複数存在するが、ここでは橘洞説の雷切り丸の話をしよう。橘洞説は戦国時代から安土桃山時代にかけて豊後の国の大友氏の家臣で優れた武将だった。ある日、木の陰で雨宿りをしていた橘洞説を雷が襲う。その時洞説は持っていた愛刀千鳥でその雷の中の雷神を切ったと言われている。真偽のほどはわからないが、洞説はそれ以来半身不随となりながらも生きていたため、これは事実であろうと噂された。これ以降、この刀を千鳥から雷切り丸と改名し、常に洞説のそばに置いていたという。現在雷切り丸は脇差しに直されて現存しているが、切っ先から腰の儀にかけてと峰の部分に変色した跡が残っているため、実際に雷に打たれた可能性は高い。へし切り長谷部。へし切り長谷部は南北朝時代に作られた刀である。作者は刀工長谷部国重で、織田信長の愛刀であった。黒田官兵衛がまだ小寺家の家臣であった頃、毛利討伐の褒美として直接織田信長から授けられ、代々黒田家の家宝とされたが、現在では福岡市の所有となっている。もともと刀とは人を切る道具ではあるが、この刀にはへし切り、つまり圧をかけて押し切るという異名がついている。その由来は、織田信長が自分に背いた茶坊主を切ろうとしたところ、台所の棚の下に隠れたため棚ごと押し切ったという逸話から来ている。信長らしいといえばそれまでだが、なんとひどいことか。この時のその切れ味の強さから、この刀はへし切り長谷部と言われるようになった。童子切り安綱。この童子切り安綱は大原安綱の作で、天下五剣の一つとされている。この太刀には面白い逸話がある。平安時代、京都を荒らし丹波大江山に住み着いていた酒呑童子という鬼がいた。この鬼を退治するために源頼光が大江山に向かった。途中三人の翁に出会い、それぞれ人弁既読酒と内出牛干し兜を頼光に授けた。人弁既読酒は人が飲めば千人力の薬となるが、鬼が飲むと飛ぶことができなくなる。内出牛は人弁既読酒を注ぐ調子で、この調子で酒を飲ませると鬼を平らげることができるという。最後の星兜は、神が悪魔を鎮めるときに小八幡大菩薩が召したるものだという。頼光は人弁既読酒を鬼に飲ませ、体の自由を奪った上で寝ている童子の首を安綱の太刀で切り落としたが、その首が頼光の兜に食らいついてきた。しかし星兜に守られ、無事酒呑童子を退治することに成功した。それ以来この太刀は童子切りと呼ばれるようになったという。竹の又兼光。竹の又兼光は備前長船兼光の作で、別名鉄砲切り兼光や雷切りとも言われる。もともとこの太刀は農民が所有していたが、ある日雷雨に遭い、農民が刀を頭上に差し上げると雷はその刀に落ちたという。
しかし農民に怪我はなく、刀に血がついていたことから、雷神を斬った刀として雷斬りと言われた。その噂を聞きつけた越後の国の武将、竹の俣義経が買い付け、その後上杉謙信に献上された。謙信が川中島の合戦で鉄砲隊に囲まれた時、この刀で鉄砲ごと兵を切り捨ててしまったという。このことから鉄砲斬り兼光とも呼ばれるようになった。村正。刀に詳しくない人でも村正の名前は聞いたことがあるだろう。徳川家にあだなす妖刀として有名だ。家康の祖父清康は家臣の謀反によって殺されたが、この時の凶器は村正の刀だった。また家康の嫡男信康が切腹をした時に用いた脇差しも戦後村正という刀だった。家康自身も子供の頃、村正で手に怪我をしている。家康の正室、築山殿を斬った刀も村正であり、極めつけは、あの真田幸村が大阪夏の陣で家康の目前まで迫り、その時家康に投げつけた刀も村正だったのである。これだけの逸話があることから、徳川家に仇をなす妖刀村正と言われているが、尾張徳川家は家康の形見として村正を伝承している。つまり家康も村正を所有していたのだ。村正の妖刀話は噂や偶然の出来事を後付けしたに過ぎないのである。一説には家康の死後、家康の愛刀であった村正を使うなど恐れ多いとされ、避けられるようになったのではないかとも言われている。